じゃん皆さんお元気でしょうか清水のみっちゃんです。さあ今回はゆうべたまたまチャンネルをつけたらやってましたもののけ姫を見てたらそうだ三輪明宏さんを皆さんに教えてないではないかと思いつきましてご伝授してあげたいと思います。上から目線。えー、三輪さんといえばですねやはり重厚感が違う。 神秘的であるということですねいたよねああいう人クラスにいやいないでしょっていう感じの方ですそのくらい貴重な存在でありますのでここは一つ丁寧にものまねを学んでいってください一つ一つ丁寧に学んでいってくださいよろしいですね。 えまず一番大切なことはですね、肺で話す。喉でもない。かといってお腹でもない。肺で深くお話をする。深く響かせる。という感じですね。これはまあ返事のようで、かつての三輪さんのヒット曲のタイトルでもあります。 犬がなんか鳴き始めたんですけども不思議ですね、えー。そういうわけで三輪さんのものまねはですねあのもう一つ胸でしゃべる以外にもう一つありましてそれはミドルな声ででるとといいうことでございます表の声裏の声両方皆さんお持ちだと思うんですけども表の声が例えば「 今も聞こえる酔いとまけの歌だとすると、裏声が今も聞こえる酔いとまけの歌張り詰めた弓の昨夜のもののけ姫がまだ残っているようです。これは私からのサービスでございます。犬が鳴いてるのがちょっと気になりますけれども、皆さんも犬が 泣くほど美輪さんの声に近づくように頑張ってみてください。えー、それではリピートしてみてください。え、まあ、もう聞こえる。とまけどうぞ。はい、オッケーです。犬の方も。 泣いてるようでございますオッケーという意味になります近所の犬が泣くってすごいことだと思いますねマイクに取れてるかどうかは分かりませんけれども、えー、さらにですね3つ目は揺らぎを持つということになりますビブラートですねビブラートがかかっているかおは神がかっているかこれは人生にとってとても大切なことです 常にちょっとかけてみるようにしてみましょうこれは私の自戒も込めて言いたいんですけどもこんにちは清水美智子ですって言うと安いタレントだなって感じがすると思いますが髪がかってビブラートがかって、ね、こんにちは清水美智子です <laughs> この人神秘的だなと思ったかと思いますわかりますわかります ですから、えー、この言葉でですを身につけますと何がいいって絶対にきつい言葉を言っても人の傷心の傷に残らないということなんですね。もののけ姫のセリフなんですけどもあまた犬が鳴いた。全然傷ついてないと思いますね。 犬は返事してますけれども「傷ついてないと思います。他にも、なんだ若いあらあ」と言っても全然怖くないパワハラに当たらないというチャームポイントがございます是非自分の中でリピートして練習してみてください、えー、それではこの言葉をリピートしてみてください それではみなさんごきげんよう。どうぞ。はい、結構でございます。今回もぜひよかったら登録ボタンの方、いいねボタンの方、よろしくお願いします。私のモチベーションになってます。それではみなさんまた見てあげてくださいね。